い、どうも皆さんこんにちは、ヨネアンです。今日は F1、 コロナ感染者が出てもレースは中止しないというニュースについて解説していきたいと思います。 F1 のチェイス・キャリー CEO は7月5日に開幕を予定している2020年シーズンについて、現地スタッフに新型コロナウイルスの感染者が発生したとしてもレースを中止するつもりはないと語りました。個人的に新型コロナウイルスの陽性反応が出たとしてもレースの中止につながることはないと思っている。すべてのイフに対応するには幅が広すぎるが、レースに参加できないチームが出たとしてもレースがキャンセルになることはない。感染者が出てもキャンセルに至らないような手続きを整えていく。ドライバーが感染した場合でもチームにはリザーブドライバーがいるというニュースなんですが、実際 F1 のシーズン開幕に向けて、当初は無観客レースとして開催をして、サーキットに入れる人数も一応クローズドイベントの場合は1チーム80人まで、技術スタッフが60人までで、プラスアルファ、車の運営にタッチしない20人を加えて1チームあたり80人という制約の中でレースを運営していくわけですけど、これに加えて現地での行動に関するガイドライン、つまり、移動であるとか、サーキットとホテルの往復、ホテルでの過ごし方、食事の仕方、さらにトイレとか、そんな行動に関する規範を、およそ80から90ページらしいんですけど、そういう結構しっかりした、こういう風に行動しなさいっていうガイドラインを作って、チームに通達していると。で、現地では2日に1回検査を行う、1日おきに検査を行うということで、それに加えてそのサーキットでもホテルでも、チームごとに隔離すると。つまり他のチームとは接触しないような形で、言ってみればテレビ番組で演者と演者の間に全部アクリル板を置いているような、もしくは、コンビニとかのレジで透明のビロビロンっていうのをぶら下げているようなイメージで、要するにチームのピットガレージとピットガレージの間、ピット裏もパドックの方も、遮断をして、基本的には他のチームの人とは接触していませんという形をとっておいて、極端なことを言えばオーストラリアグランプリの時のマクラーレンのように、あるチームに感染者が出たらそのチームは一応全員が怪しいわけだから欠場するかもしれないと。でも前もってチームごとに隔離しておけば怪しいのはそのチームだけでいいわけですよ。つまりその感染した人と接触したのはそのチームの人だけで、他のチームはセーフだよねって言えてしまう。だから極端なことを言えばそのチームを切り捨てて他の残りの9チームでレースを行うことができる。オーストラリアグランプリの時はチームで1人でも感染者が出ればそのチームは欠場をするし、1チームでも欠場するチームがあればレースは行わない、少なくともチャンピオンシップレースにはしないというふうな規範でやっていましたけれど、結果的にマクラーレンから1人感染者が出た時点で、暗礁に乗り上げてしまいましたよね。だから今後は7月に開幕する2020年シーズンの本番ではそんなことが起こらないように、つまり確実にレースを開催するためにそういう措置を取ると、それをやることによってレース数が確保できると、言ってみればもし感染者が出たらそのチームは切り捨てだよということなんですけど、チーム側としてももちろん切り捨てられる側になってしまったら困るわけですよ。特にチャンピオンシップを争うようなチームはそれが現実のものとなると困るんだけれど、それでもそういうふうな万一の場合にはそういうことになりますよっていう条件を受け入れてでもチームとしては確実に16戦以上を今シーズン開催してテレビ放映権料を全額確保してチームへの分配金を当初の予定通りもらわないとまずいと、そっちの方を優先すると、
まあ、それによって1レース2レース切り捨てられる可能性も自分たちもあるわけだけど、まあ、それでも全体として16戦以上が確保されて分配金が予定通り払われた方がいいわけですよね。もう一方で気になるのは、まあ、ドライバーが感染したらリザーブドライバーを走らせればいいじゃないかとチェイス・キャリーは言ってるわけですけど、ということは、ドライバーはチームとはまた別に隔離するのか、つまりドライバーが感染した場合はドライバーだけを切り捨てれば大丈夫で、チームはドライバーとは接触してないから OK って言える状態にしておかなければいけないということは、まあ走るときはどうかわかんないけど、パドックであるとかホテルであるとかは、まあ、チームとドライバーは完全に別、エンジニアとのミーティングとかはどうするのみたいな、その辺がすごく微妙ですよね。でそもそも全チームがスーパーライセンスを持ったリザーブドライバーを確保しているわけではないということもあります。スーパーライセンスを持ったリザーブドライバーがいないチームのレギュラードライバーが新型コロナウイルスに感染していた場合、じゃあ誰が乗るんですかっていう話になってしまうわけですよね。まあ、あくまでこのコメント、チェイス・キャリーが F1 公式サイトに対して語ったものなんですけど、個人的にとは言ってるので何もその正式に確定したものではないのかもしれないけれど、 F1 の代表者が F1 の公式サイトで個人的にはこう思ってるって語れば、まあ、普通はそれが公式見解ですよね。だからまあそうなるんだろうけれど、全チームが全会一致にならなければそれは実行には移されませんから、まあ、チェイス・キャリーが何と言おうと、まあ、誰も賛成しないってこともあり得ますけどね。実際このねニュースが見出しがコロナ感染者が出てもレースは中止しないっていう、その随分強気なというか今の世相に対してあまりに配慮がない言い回しになってしまってるので、まあ、それもちょっと、まあ、心配というか、ちょっと多分チェイス・キャリーが言ってるニュアンスとは違うので、その見出しの付け方もいかがなものかなとは思うんですけど、結局チェイスが言いたいのは感染者が出ようともレースをやるぞっていうことではなくて、感染者が出てもレースができる体制を作ってますよ、それぐらい我々はちゃんと準備をしていますよっていう、そっちがメインで彼は語ってるのに、感染者がいても無視してレースをするっていう風に伝わってしまってるのが、まあ、すごく残念だなと思いますね。まあ、それが曲がった形で伝わったりとか、その見出しだけを見てなんだ F1 今の世の中に対して全然配慮してないじゃんとか、このご時世にお前ら何言ってんだよっていう風に、まあ、ファンの人たちには少なくとも思ってほしくないなと思います。まあ、当然ヨーロッパもね、今状況が国によって様々だし、まあ、これから先ね1ヶ月後にどうなってるかわからないわけですけど、まあ、少なくとも今カレンダーに入っている国は政府含めて7月に今の状況が大きく変わっていなければ、こういう対策を取っていれば無観客でこのイベントを開催しても構いませんよと政府がお墨付きを与えた上でやっていることなので、そこは F1 が世間に対して配慮していないわけではないし、むしろその政府のお墨付きを取り付けるためにきちんとこういう体制を取っていますと、もし仮に万一感染者が出てしまってもそのチームを参加させないことによって安全を確保して、その感染者が濃厚接触している人の範囲をすごく狭めておいて、その範囲の人だけが欠場してレースは安全に開催されるように手配していますよと、そういう体制を取っていますというふうにアピールをしているわけだし、それがあるからこそ各国政府もお墨付きを与えてゴーサインが出てるわけですから、その部分はきちんと理解しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。何も対策をしてなくて無謀に、いやもうどうせ感染者出ないから行っちまえっていうことでやってるわけではないですし、それはもちろんオーストラリアでみんなもう痛い目見てますから、あの同じ過ちは犯さないし、万一感染者が出たとしても、まあ、最低限のレースは開催できるように対策は取っていると
いうことですね。はい、まあそんな感じでこのニュースは以上です。いいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。まあ、あまりネガティブなコメント、まあ、批判をするなという意味ではなくて、さまざまなご意見はウェルカムなんですが、ネガティブな感情をぶつけるコメントは正直必要ないかなと個人的には思ってます。コメント欄はポジティブなエネルギーの場であってほしいので、そこにネガティブな後ろ向きなエネルギーを入れてほしくないなと個人的には思ってます。それは批判という意味じゃなくて、後ろ向きな意見とか考え方をわざわざここで表明する必要がないし、他の人に伝えて他の人もネガティブな気持ちにさせるとか嫌な気持ちにさせる必要はないんじゃないかなと個人的には思ってます。そんな感じでこのニュースは以上です。ありがとうございました。